姉妹企画テコールの AKR と伊藤大輔の今日はあなたがテコレット。この番組はテコールに関係の深いゲスト、通称テコリストをお招きしたりしなかったりするゆるいトーク番組です。この放送は絆ステーションハッスル FM84.0MHz からお送りします。この番組はスポンサーを募集しております。宛先は info@tecall.net info@tecall.net でお待ちしております。はい、というわけで始まりました。今日はあなたがテコリスト、というわけで、芝居企画テコール主催 AKR と、ね、今週も休みなんですよね。僕ね、割と今回一人の場が多いなと思ってるんですけども、まあ先週から引き続いてね、頑張ってくれるとある方を今日は、テコリストとして、ご紹介しようと思っております。そうなんです。一つお詫びと訂正がございます。先週ですね、放送中に、13回と何回も連呼しておりましたけども、なんとですね、編集中に気づきまして、今回が13回目です。ありがとうございます。というわけで、13回目、そろそろ始めたいと思いますよ。さあ、今日のゲストは誰かな？ゲストなのかな？テコリストなのかな？それともまた、テコールなのかな？それでは、このコーナー！今日のテコリスト！はい、というわけでご紹介いたします。今日のテコリスト、カッコテコールは、亀岡健二くんです。はい、どうも。またまたやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さんどうしたんですか？伊藤さんね、まあ、まず本番期間で、はい、まあ、出れないというのがありまして、はい、で、本番の終わった余波がね、多少ございまして。疲れるもんね、舞台行ってね。大変だったんだろうね。で、この、まあ、多分戻ってくると思うんだけども。ね、まあ、でも、先週、見事に、はい、アシスタントパーソナリティを、やりまして。何も考えてなかったけどね。今日も特に何も考えてない。そうですね。うん。はい。ね、今あれなんでね、もう12月の、舞台の、はい、準備の段階としまして、そうですね、ちょっとね、どういうデザインになるかまだまだ謎でございますが、はい、舞台チラシの撮影というわけでですね、はい、メンバー総出で撮影いたしまして。そうだっけ？そうだっけどうなるんだろうか。まあ、これもね、ちょっとお楽しみにというのでね、若干私ぶっちゃけ疲れております。うん、そうだね。すごい疲れてるもん。うん、なんかね、頭そんなに回ってないんだ、その中で、はい、亀岡健二さんが、くるくる回して喋ってくんじゃないかなと。嘘だろ。メインパーソナリティとは。うん。とは、喋りたいことだけ喋って、うんうん、もうなんか疲れたらその場でアシスタントにパスという。嘘。そういう職業で。便利。便利でしょ。すげえ嫌な上司みたいな。メインパーソナリティ。でも大丈夫。僕いい上司だから、怒らないから喋らなくて。あ、そうね。嘘。うん。もう、あれだもんね。でもさ、先週、ケンちゃんがその言ってくれてた、はい、そのこの富士見野市、三好町、富士見市の皆さん、 あとまあ四季と所沢の一部の、はい、皆さんの中でこのちょっとこの放送聞いて、まあ、演劇系でも音楽系でも、うんうん、そうテコリストの枠をふや、広げていくの、うん、もう面白いんじゃないかなって、うんうん、ノリで言ったけど自分でいいこと言ったね、いいこと言ったと思う。あそこは多分編集されてなかったと思う。ごめんね、うん、時間がね、慌てて見てんだよ。確かそこを伸ばして、先週のゲストのひなごくんが、うん、これどういう物語なのって言ったところに、歴史上のをね、3回ぐらい繰り返して、全部切ってる。ちゃんと綺麗な応答になってたね。そうだね、なんか、うん、生で収録側にいた、側としてはなんかめっちゃ噛むなって思って自分の出る物語と思いながらね。ねえ、でまあそんなんでね、うん、今後もまあちょっとこれに一緒に喋りたいなっていうのはもちろん、これ何回も言ってますけど録音なので、はい、ちょっと日にちとかも合わせられるとは思うので、ぜひぜひテコール .net tecall.net テコール .net の方でコンタクト取れればね、はい、嬉しいでございますよ。よろしくお願いします。ねえ、この16時半から聞くっていうのは、まあ今はね、めでたく13回目じゃないですか、うんうん、どんなんなんだろう。ど
なんなんだろう。何やってる16時半。16時半。何やってんだろう。わかんない。本当にわかんない。あ、でも、うん、リアルなこと言うと、うん、あ、そろそろ稽古始まるから準備しなきゃとか。そうだよね。かな。うちはあれだね、あの、まあ、遠いから稽古とかあるときは、うん、もう。めっちゃ運転中だね。そうね、うん、あ、電車で行くときは、うん、まだいるかな家、うん、ギリギリ住んでもそろそろ出ようかとか、うん、30分後ぐらいかねとか言ってる時間帯だね、うん、あ、だからこの前もね、この前たまたま家にいて、うん、あの先週か、うん、あ、まあ言うならば昨日ですよ、はい、いてはって気がついたら16時45分で、うん、最後の15分だけ聞けたもう、あ、そうそう、一個ね、はい、今YouTube の方で、まあ、テコール .net で見れるんですけども、はい、これの過去ログをあーアップしてますね。アップしてるじゃないですか、はい、で、そのね、話をずっとしてたらこの絆ステーションさん、はい、あ、ハッスル FM さんの方から、はい、そのトロイで消えた1話目送りましょうかつって、うちにありますよっつってで、送ってくれてありがたい、うん、だからちょっと来週かまあ、もしかしたらもうこの放送前の土曜日ぐらいに、はい、伝説のね一発目を一発目うん、本当はその中でもっと伝説な回があるんだけどね。ああ、そうだね、言ってたね。二発目のねもう前にゲストでも出てもらいましたけどね、はい、鹿島いつきさんという方との、はい、熱い対談を、はい、全部すっ飛ぶという悲しいなでも今本番終わって一段落してるわけじゃないですか、はい、でその一段落してる間つってもまあもうもうじき次の舞台もケンちゃん始まるでしょ。そうですね、10月に ね、まだ稽古時代始まってないんでね。はい、うん、でもまあ終わってからの生活とかその何上岡賢治のプライベートの部分って、はい、なかなか聞いてないじゃないですかそうですね、あんまり話さないからね、プライベートの部分をね。はい、プライベートの部分プライベートの部分出していきたいなと。おー、ちょっと掘り下げてみようかな。このテコール神岡賢治というのはどういう人間がその、うん、かの有名な伊藤大輔の代わりに入っているのかと。おー、やべえ一気に荷が重くなったどうしよう大丈夫だ、過去の放送聞いても、うん、伊藤大輔あんなんだからちょいちょいツッコミ入れる、うん、いい声でツッコミ入れるのと、あと初回の方にやってたのは伊藤大輔あの声だから、うん、低い声じゃない、うん、今日ジングルでも多分おっしゃってると思う、うん、あの声で言ってるからダンベルキャラにしようというね俺の声立てがあったりねいいのかな、うん、本人それでいいのかな本人は毎回否定してた。でも乗った後に否定してたバカなお前が悪いんじゃんそうでね、まあせっかくのケンちゃん、まあでは言うても4回目になって何気にサブ次 の、 アシスタントパーソナリティの色がどんどん濃くなっていくといういやでも安心してください、うん、ちゃんと何にも考えてないですから大丈夫だよ。だからメインパーソナリティも何も考えてね大丈夫なのかよ。だから大丈夫なんだよねなんだかんだで喋ってるもんな、うん、今な10分ぐらい、まあ、そうあれだよね、まあそうケンちゃんといえばだよ、おい毎週火曜日、はい、しゃべくり堂ですよおお、ね、私が引退した後にそうですね、石井匠、はい、継続、そして新メンバーとして上岡賢治、斎藤佑というものが入って、はい、毎日地味な企画やってるよなやべえダメ出しだ収録でダメ出し入ったぞこれどうなるんだ俺これちょっとね一回皆さんちょっと気になった方はそのテコールで検索でもいいですし、はい、YouTube でしゃべくりどうでも出てくるのかな。出てくるはずです。しゃべくりがひらがなで DO でどう、はい、うん、でやって今もう30何回目6回目になった36、7回目になるのかな。出るのかなでまあ俺がその出てた頃、まあ、俺の顔もまあさらされるわけでございますけど、はい、ね、もちろん最初のねケンちゃんも、ね、はい、ゲストとして出てたりで、この新しい新しゃべくり堂になってから、はい、いろんな企画をメインでね、そうですね、動いてらっしゃるんですよね。企画をメインにねお前らのテンションが低いなんて部屋暗いんだもん暗い、ね、暗い、うん、だから田村さん俺顔濃いのにさ部屋暗いからもう顔面真っ暗なんだよどうなんだよ俺とか影だね。特に編集だから薬とかもせずにそうそうそう、そっちの動画なんですよ、はい、全部動きとか見えるようなね、うん、もう本当に企画メインでやってて、うん、なんか何をやってるんだろうなっていうのを完全に動作で分かる絵面なはずなんだけど、うん、始まるのが
始まってね、みんなね、あの、まあ、毎回終わった後とかにたまに俺もね、あの、口出すじゃない。はい、まあ、あの、テコール主催としてね。はい、作演ですから。はい、で、ちょっと暗いぞ、つって。明るくしようっつって、はい、最初の数分明るいんで、本当に、はいどうも、始まりました、しゃべくりだおです。早い早い落ちるの早いよ。早い、あの3人は早い。いやーでもね、うん、2人も頑張ってるんだけどね、俺も頑張ってるよ。いやでもあれだよね、どんどんあの今神剣が回し出したよね。なんかね、なんかそんな感じする、うん、でもなんか綺麗になってきてんだあの思ったのが、あの、うん、石井匠がまあ最初メインで回すみたいな話だったじゃない。はい、うん、匠はいじられたりとか後輩キャラが生きた方が可愛いね。そうね、うん、いやまあ劇団入った順番で言えば、うん、あの匠対戦ですか、対戦ですか、対戦です。ただねお芝居やってる歴がね圧倒的に僕の方が上なんで。そうだね、完全に、うん、あの上から目線ではないけれども、なんか可愛い後輩がいるなって思いながら。そうで最初の方はその3人がそのまあ2人が、うん、その先輩を立たせようとね。そうだからあの元が立たねえのにみんながそれをこうやるからどんどん静かになってるっていう。そうで、それがだんだんケンちゃんが喋り出して、うん、で、ユウくんがボケ出して、そうね。ユウくんがメインになることはないのかな。いやあの子ね、無難なところ行くね。あいつな、プライベートの方が尖ってんのに。ね、なんなんだろうね。あいつ、見てくれだけいい大人なんだよ。そうなんだよ。中にバカなくせに。年上だけどさ。素直だしな。めっちゃいいやつなんだよ。うん、今、あの、しゃべくり堂で、その、まあ、見てもらえば、あの、見ていただいたら分かると思うんですけども、はい、あの、まあ、亀子健二君っていうのはスマートなわけですよ。そうですね。あの割と、まあ、縦もできるし、動き、あの、閉まってる状態でね。はい、で、あの、両サイドの二人がですね、エアバッグ的な感じになっちゃって。エアバッグっつっても助けてくんねえぞ、あの肉。むしろお前がいなかったらもうちょっと涼しかったのに。でもまだあのトラック逃げてぐらいなレベルじゃないから。そうだね。まだ可愛い方。そうだね。ちょっと群れたプーさんみたいな。そうなんだよ。そうね、それをなんとかしようっていうので、まあ、12月のうちあのテコールの本公演に向けて、はい、ダイエット企画というものが今、ね、継続中ですよね。僕発案でね。うん、発音しちゃったね今ね。発音しちゃったね。バックっつって。ね。いやー。どう進行状況は。いやー。それがですね、ゆうくんは変わってるんですよ。そうなんだよね、あいつああいうの真面目だから。そう、匠がねあいつそう、あのダイエット企画なんすよって、もちろんあのその稽古後とかにね、うん、ご飯食べに行くじゃない、うん、で、けんちゃんちょっと用があるからつって先に帰る日が多いじゃん。そうですね、うん、で、その中であいつ悩んで一番最後に結局あの脂っこいものを頼む。そうだね、うん、確か俺らもね、なんかテコールとは別口でお仕事行った時に、うん、なんか口にしてたような気がするんだけど、うん、脂っこいもの結構な量のラーメンとかね。なそれラーメンじゃないの。ケンちゃんはその中でも割と薄い味のさっぱりしたやつ頼んだりとかして、うん、お魚、うん、お魚系、あの、うん、煮干し系のね、うん、やつ頼んでて、うん、やつは俺と一緒に、まあ俺普通のその汁物のラーメン頼んで、うん、やつはあの汁はない混ぜそば的なやつ、油そばか。油じゃねえかよ。しかも結構なボリューミーなやつ。そうこいついいのかなっつって、うん、だからさ、なんかもう、うん、次企画準備するのが僕なんですけれども、うん、そのダイエット企画の次何しようかなと思いつかなくって、うん、で、まあそんな現状じゃないですか、うん、だからまあなんかダイエット企画引っ張るのもあれだけどと思ってパソコンをモブルに立ち上げて、気づいたら台本書いてたんですよ。あー、はいはいはい、タイトルが、うん、ダイエットがうまくいかない匠。それの公開はね、もう次やろうかな。早かったね。早かったね。まあでも今だったらそこで気づかせて軌道修正ができるわけで、あればいいな。うん、ね、まあそんなね、なんとかこうダイエット企画が始まって、はい、まあさっきも出たけど斎藤佑くん、はい、あのど真面目でしょ、そういうの。真面目なんですよ。普段軽口叩くんだけど、うん、もうやるって決めたらすごいいいとこなんだよ。そう、うん、めっちゃいい人、あの尊敬できる先輩でもあるし、本当いろいろね、あの言ってくれるからこうした方がいいんじゃないとか。そうだね、うん。言ってくれるんだけどね、なんかね。自分本人ダメだからね。言うまではいいんだよね。そう、ほらなんかアドバイスっつってもなんかこうやったら泣けるよとかじゃなくて、うん、こうやったら面白いよって本人が言ってくれるんですよ、うん、で
もちろんそういうことを言ってくれるから本人も面白いことをやるんですけれども、うん、自分が笑うんですよ。そうだね。自分からやっといて自分で笑っちゃうから演出のアキラに、はい、それダメっていう。なんで笑うんだっつって。で、この前、結構前の回で、あれ、もしかしたらアーカイブの方かもしれないんだけど、うん、もしかしたらそれぐらいの回かもしれないんだけど、うん、ケンちゃんが、ゆうくんは、役を楽しんでるんじゃなくて役で遊んでるからなんか名言を残したい言ったね。であれをあいつ今一応ダブル所属になってるわけじゃん。 そうですね、うちので芝居企画テコールと、劇団リベラトリックスと、こちらもね、はい、もうじき本番が、まあ、来月かな、来月頭、再来月ぐらいか、11月ぐらいか、うん、ね、今ね、でこの前そこの主催さんともまあ普段が仲いいから、はい、久しぶりにお会いしたの。おいおいおい。でその話をしたらその主催が大爆笑したでうまいこと言うねんとねえ、なんテコールで割と真面目にやってるじゃない、はい、まあ、怒られりゃやめるし、はい、そのね、鬱憤をね、まあ、言うでもテコールよりもそっちの、そのリベラさんの方が所属が長いわけです。もう、お芝居始まった当初ぐらいからいる場所だから。あ、そうなんだ。そうなのよ。むしろそれきっかけぐらいじゃない、その養成所後ぐらいにすぐ入ってるから。あー、もう、うん、で、まあ、どっちかっていうと、なんだろう、心がこう解放される方のホーム、うん、うん、でうちどっちかっていうとちょっと若干だけどお仕事集はあるじゃん。まあそうだね、うん、で そこに行くと悪が全力で出すらしくてあいつはいつも遊びすぎなんだよっつってああ、うん、じゃあ言い方すっげえ極端に悪くすると、うん、うちらよりひどい。ひどいまだ、だからその話を聞くとこっちではまだ気を使ってくれてるんだなっていうのが分かる。うちはもう分かんないじゃん、うん、そうだね。それでって思うんだけど、うん、より悪化してるらしいよ逆に気になる。しかも向こうはどっちかっていうとうちみたいにショートコントとかのショート集ではなく、うん、ガチなファンタジーもの。そうですね、一回拝見させていただきましたけど、クトゥルフとかそういう別に特に戦い系のファンタジーではなく、うん、本当の書物として読めるようなのをやってらっしゃるじゃない、うん、そこで好き勝手やってんだってすごいね。結構それ難しくない？難しい。ファンタジーで遊ぶって難しくない？すごい、うん、あれ遊びの天才ではあるね、やっぱりね。そうだね、うん、なんかもう役者やでも芸人さんよりでもないぞ、うん、そうだね、うん、だってあいつさいい芝居すんだよ。あ、褒めたんだ。俺今から愚痴タイム入るのかと。いや全然でもなんか今やっとそのまたちょっと戻るけど話、はい、しゃべくり堂の方とかもなんか形がだんだん見えてきたね。そうですね、うん、もう最初なんか何しよっかずっとだったからねやってみようっつって、うん、ローテンションで。そう俺はもうほら一回出たからとりあえず外で見ようと思ってたの、はい、でさ、まあど真面目な、もう一人テコのど真面目な伊藤大輔というね、そうですね、ここのアシスタントがいるわけじゃないですか、はい、あいつはいいのかあれいいんすかとりあえずやってみようよっつって、うん、私にやってみないと分かんないから、うん、その上でなんか調整していけばいいんじゃないのはぁ、つっていやでもね、本当に何やろうかからは、うん、今はこれをやろうって決めて、うん、それで頑張ってテンションを上げてやってはいるからなんで3人揃うとあれなんだろうね、テンション下がってくるんだよ。どうなんだろうね。割と多分ここで話すとみんなこういうこのラジオとかだとさ、うん、テンション上がって、うん、喋ってくれんじゃん、うん、あれかな、嫌いみんな嫌いやってんのまさかのテコールの役者陣の半数が出てんだけど本当だ役者半分だ。それは半分が仲悪いってなると結構テコール壊滅すぎる10周年でお疲れ様でしたテコールになるせっかく今軌道に乗り始めたのにすごいわ、6人になりましたっつって、そっか、役者6人で俺たちの戦いはまだまだ終わらないって次週最終回なっちゃうからちょっともうちょっとワキワキしないと、うん、あじゃあちょうどいいからさ、うん、ほら僕もゆうくんも、うん、あれ次の舞台で忙しくなっちゃうし、うん、
あの匠も何かしらで動いて忙しいだろうから、そうだね、なんか一人ずつ交代で入ってもいいんじゃないですかね。入ってくかね、そろそろね。そうね、アキラ戻ろう。どこに？どこに？どうに？どうに？どうに？しゃべくりどうに？2分ぐらいでいいよ。あ、でもあれだよ、一回今の俺のモチベーションで戻ったら、うん、まずあのドヤっていうぐらい俺頑張る。あ、じゃあ前半5分誰かしらと対談して、後半5分俺ら3人に戻った時の温度差。ひどそうだな。いや、ちょっとね、逆に面白いじゃないか。すさん、あれやってほしいな。あの音声編集がうちらの技術でどこまでできるかわかんないけど、うん、あの終始モザイクと、うん、あのこういうようなだから覚えたしはなんか昔のテレビ番組であったようなね、うん、プロデューサー A もうここで喋ってるから隠す意味あんまないね。そうだね。、うん、ね、でも確かにな。でも一回でも入って、今の状態で入ってみたいなと思う。だ、うん、それこそゲストで呼んでください。あ、そうだね。、うん、だからそっちはあんまりゲスト呼ばないもんね。そうなんですよね。うん、なんか3人で頑張ってくるのかなんか。おかしいんだよ。いや違うんだよ、うん、ね、今言われて気づいたけど、うん、ほら、うん、今言われて気づいた。来ましょう。ほら何回でも言うよ、うん、ほらなんかどうやって行こう、何をしようっていう状態で走ってるから、うん、3人でどうにかしようになってるんじゃないかな。じゃあ最後に、上岡健二くんの、はい、もう時間なので。あ、うおすっげー喋ってんじゃん、うん、そうだよ。結構喋れるもんだね。ね。そう、そう、この前でも思ったんだけど、はい、俺らもこの時間ねえよって言ってる中で、本題に入る前にすげえ喋ってんなって。させんさせん。いや、俺もな。はい、じゃあ、10月？はい、10月。の舞台の告知をお願いいたします。はい。失礼します。ランチキスターター本公演、ランチキ18、勇者高俊とドキドキメモリアル。2017年10月24日火曜日から29日の日曜日まで、下北沢劇地下リバティで、いいよ、公演がございます。まあ、どんなお話かというと、内面系ゲーマーの高俊が恋愛シミュレーションゲームの世界に迷い込む、エクストリームオタク演劇ユニットランチキスターターがお送りする愛と戦いと友情の物語。めっちゃ噛んだね。噛むね。あのね、うん、あんまり言い慣れないセリフを言うもんじゃない。もう完全にあのチラシのあれ読んでるだけやから。まあね、まあまあ今稽古もまだ始まってないからね。そうですね。この後ぐらいか、この放送後ぐらいに。そうですね。始まるわけでございます。はい。どんな物語なのか、まあ詳しくはまたテコール .net だったりで、はい、見てもらえれば乗ってんのかな。もう早く乗せちゃった方がいい、これ。うん、そうですね。うん。うん、ただね、聞いてる中の人には世代の人もいるんじゃないかな。なんか聞いたことあるようなタイトルが、ね、今読み上げたわけですけれども、うん、勇者高俊とドキドキメモリアルっていうのがタイトルなんでしょう。そうなんですよ。で、チラシ見るとね、なんか、うん、ワードだけ捉えるとすごいパワーワードですよ、うん、全裸の女の子が。で、ね、語弊あるかもしれない、なんかね、かわいそうな感じのね、ポケッとした感じのね、赤髪の女の子がね、そうそうそう、ただ突っ立ってる。そう。セリフがね、うん、一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、ぶっ殺そうって何の話だよ。でもね、うん、もうでも本当にね、言ってある通りめっちゃオタクなんですよね、この劇団。うん、そうだね。だって僕前回出させてもらった時に顔合わせの時間になって、ちょっと空いてる時間帯で周りが知らない人たちばっかだから、うん、もう企画書とか読みながら周りの話を聞いてるんですよ、うん、あのガンダムがどうのこうの、ね、本当にオタクだ。すごいね、うん、でも昔のも今のもなの、もう全部網羅してて、はあ。さあ、そんな中でね、はい、この上岡くんがどんな役割になるのか。まあ、アクション要員ですね。ああ、待ちました、戦うと。はい。舞う上岡健二。はい。活目せよ、活目せよ。今さ、うん、某勇者以降の、魔術師だね。ちょっと俺も思った。あれみたいな感じ。なんか入ったな、ちょっと名前出せないと思うから言わないけど。うん、ね、うん。でも楽しみだね。はい。うん。じゃあまたそんなのも、おいおい、やりながら、はい、またゲストに遊びに来てよ。はい。うん。
じゃあ、本日のテコリスト、カッコテコールは、神岡圭司君でした。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、今回のゲストは、芝居企画テコールの神岡圭司君でした。なんかね、最近すっかりとね、神岡君、すっかり居ついてるね。さあ、今日はあなたがテコリスト、新しいアシスタントパーソナリティが、このまま神岡圭司になってしまうのか、それとも、いろんなことを終えた伊藤大輔が可愛らしく戻ってくるのかというところでございますけども、まあ言うてもね、神岡圭司君っていうのは、まあ、さっきねたくさん告知しておりましたけども、10月にも舞台ありますし、まあ今やっとね舞台も終えて、ちょっと時間ができているんじゃないかと思う伊藤大輔がまあ濃厚じゃないかと、あとはあれだね、ちょっと大川敦志パイセンのアシスタントパーソナリティとかも聞いてみたい気もするけどね。まあね、でもね、せっかくこの今日はあなたがテコリストというものをやっておりますので、ね、順次、いろんなアシスタントパーソナリティでメンバーと絡めたらまた面白いかなと思っております。というわけで、12月のですね、2017年12月13日から、12月17日日曜日まで、我々のですね、芝居企画テコール第10弾本公演、雪の降る音というものがね、下落合タックスで開催されますので、ぜひぜひ、お越しください。もうね、出演情報とかも各自、ツイッターなどで回っておりますので、テコール .net でぜひぜひご検索お待ちしております。はい、というわけでですね、めでたく、13回目の放送も無事に終了という感じでございますね。伊藤大輔がいなくてもね、いろんな人が手伝ってくれております。皆様本当にありがとうございます。また次週楽しみにお待ちください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。